にちは、とじろうです。こんにちは、あゆてです。はい、今回の動画では前足の蹴りを水平に蹴った後にどのように引き足を取るのか、蹴った後の引き足とその後の足を置く位置に関して教えてくださいというコメントがあったので、それにお答えする形式でやっていきたいと思います。過去の動画で前足の蹴りの体の使い方に関しては発信してますので、勉強したい方はそちらをぜひご覧ください。その上で引き足と着地足について発信していきたいと思います。はい、前足で相手に向けて蹴ります。後ろ足をこう寄せて、まあ、蹴ってもいいですし、そのまま寄せ足移動しながら蹴ってもいいんですけど、引き足に関しては正直そこまで意識しなくても大丈夫かなと思います。っていうのも前足にある分、重心移動をした時にそんなにコントロールできるほど、器用に動かせないと思います。なので前足で頑張って蹴りに行ったとしたら、勝手に当たった反動で跳ね返るっていうのが多分正解になると思うので、しっかりとまずは相手の方に体重を乗せる。これが前の動画でもお伝えしたんですけど、足蹴りになっちゃうと軽い、これだとどんだけ引いたとしても引き足が強くても全然取れないので、体重をちゃんとこの移動が行われた重心、体の中心の重さを移動させて、この重心移動の力が足に伝わったことでこう音がちゃんと乗るので、これがちゃんとあればそもそも引き足あんま意識しなくても旗は結構上がるんじゃないかなと思います。あとはその上では前足のその置く位置なんですけど、ここは結構コツが必要かなと、改善が必要かなと思うんですけど、蹴った後にもし決まんなかった時っていうのは、もうそこでぼーっとしてるとやっぱりやられてしまうので、蹴った後可能であればやっぱり距離をまた取りたいので、まあ時と場合によるとは思うんですけど、正体であれば前足の蹴りを蹴ったら移動する場合もあります。蹴ったらそのまま外、ただこっちに行くと右手の準備があるんで狙われやすいっていう面もあるので、まあ、本当場面にもよる、相手の持ってる技にもよるんですけど、蹴ったらこっちにも、要はとにかく相手の正面に立たないっていうのが大事だと思うので、前足を蹴ってそのまま下ろすと一番危ない。なので左に移動するか右に移動するかによるんですけど、体重をしっかりと乗せて強く蹴ったら、あとはそのままこっちに位置をずらすっていうのがオーソドックスですけど、大事なパターンになるかと思います。で、あとはですね、その前足の蹴りから派生させて、そのまま上段蹴りにシンプルにポンとノーモーションで蹴るのも有効ですし、同じ流れで足払いにつないでやすいし、結構前足の蹴りを応用して他の蹴りにつなげるっていうのもやりやすいので、前足を使って一発で決める場合は蹴足とかあんまり意識しなくてもいいので、思いっきりも蹴って、あとは追撃を食らわないようになるべくその安全地帯まで移動するっていうのがすごく大事になるかと思います。はい、ということで、今回はちょっと短めなんですけど、質問にお答えする感じで、前足の蹴りを蹴った後の引き足と、置く位置に関して説明してきました。まあ、要は蹴った後、蹴りそのものが弱いとそもそもポイントにならない、引き足が良くても入らないので、まずはしっかりと体重を乗せて蹴込むっていうのがまず1点で、あと置く位置に関しては次の追撃を警戒して、できるだけ相対する場所じゃなくてちょっとでも横にずらした位置に置くっていうのが、おすすめになるかと思います。で、蹴った後の立ち回りは、いろんなパターンがあると思うので、いろいろ試していただければと思います。はい、ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。もし今回の動画良かったと思っていただけたら評価ボタンお願いします。このチャンネルでは空手選手に向けて体の使い方、調整方法からパフォーマンスアップ、悩みの解決をするチャンネルになっております。今回みたいにコメントいただけたらそれにお答えする形式も取っていきますので、ぜひコメント欄に書き込んでください。こちらの川越の TK スタジオで空手選手に向けたパーソナルトレーニングを行っています。高校生以上対象になるんですけど、いろいろ努力をしているけど伸び悩んでしまっている人、頭では理解しているけどなかなか体が言うことを聞いてくれない、年齢でもこれ以上は無理かなってちょっと限界を感じてしまっている方、そのような方は力になると思いますので、ぜひ概要欄のホームページからお問い合わせをいただければと思います。はい、今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。